わ。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はスター・ウォーズ X ウィング68号を組み立てます。いよいよですね、モーターを取り付けるところまで来ました。なんか出てきた。今回部品がたくさん入っておりますので、ちゃんと全部入ってるかチェックしていきたいと思います。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのスターウォーズ X ウィングの組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、皆様いつもありがとうございます。それではこれも開けようか。全部ちゃんとあるかな。まずはギアボックスケーシング、ギアボックスカバー、ネジ6個、モーター、これはモーターマウント、細いスピンドル、鉄の棒みたいなのが3つと太いのが1個。うわー、いっぱいある。わからんくなりそう。大型ドライブギア、中型ギアが1個、中型ギアは1個、ん？これか。で、減速ギアが1、2、3、4、5、6個と、ドライビングピニオン、ちっちゃい、一番ちっちゃいのが1個。はい、全部ありました。それでは、今回は、モーターとギアボックス、作っていきます。頑張っていきまーす。ちょい。モーター、このステージではモーターと9つのギア、1、2、3、6、9とモーターのセットです。モーターの高速回転を十分に減らして翼をリアルにゆっくりと開閉させる。で、この部品は全部胴体の後ろの部分に収容されるギアボックスに収まるそうです。それではギアボックスの組み立て。まず、これに、太いのを、ここに、定規はなさそう。こうか。これだった、間違えた。この一番大きいやつ、これに太いやつ刺して、それから細いのを隣とその隣とその隣に刺して、それでスポスポだけどね、置くだけっぽい。で、ここが水平になるようにして、水平だね。そしたらこれ以外、これは取っちょいて、
それらをはめていきます。大型、中型、あとちっちゃいの。そしたらまずはこの6個のうちの1個をここに、これを上にして、このちっちゃい歯車ついてるのを上にした状態でここに刺します。一番右側の細いやつ、ここなんだけど、ちょっとねギアを使うときは必ずグリスを使った方がいいということで、探索団の皆さんに教えてもらったので、これをですねグリス塗っていこうと思います。どこだぞ、わわ、手につく。グリスちょっと出して、爪楊枝でちょっとずつこの歯車の間にこうつけて、持つとこなくなるね。なんだ、ちょっと待って、これでいこうと思います。ちょっとずつ、全部に塗ります。これはね、説明にはグリス塗りましょうとは書いてないです。が、塗ります。このこっちにも塗ります。よし、そしたら1個目をここに一番右に入れます。わあ、手にめっちゃつくし、あ、できた。はい、そしたら2個目いきます。手についた。もう多分今日は手がグリスで大変なことになると思います。ちょっとずつって言ったのにいっぱい塗っちゃった。こっちにつけよう。はい、塗りました。これをお隣さんに止めます。こうしてこうだ。で、シュルーっと行ってもらって、そしたらこの下
下の大きい歯車とこっち右側の上の小さい歯車が噛み合うようにします。できる？あ、できたかも。あ、できた。こうやった時に、お、いい感じ。こうしたら回る。あ、汚れるな。これでほら、こっち回すと右側が回ります。見えるかな。噛み合ってますね。よし、なじませて、じゃあもう一個いきます。はい、そしたら3つ目のギアは最初のこっちに入れます。そして右側の大きいギアと左側のちっちゃいギアがを回るね。噛み合うようにします。いる？こっち動かし、どっちも回ってるね。 OK、 なじませなじませ。よし、次行きます。4つ目。はい、濡れました。そしたら4つ目のギアもここです。よいしょ。そして回してなじませなじませ。はい、5個目いきます。何個やるんだ1、2、3、4。シャン、はい、じゃあ5番目、5個目も6個目も5個目、5個目も6個目もここに入れます。重たくなってきた。ギアが重いです。おお、なかなか重いわ。これグリス塗らんかったらめっちゃ引っかかるんじゃないかな。よし、じゃあ最後ここに入れます。
ここと噛み合うようにして、うわー全然動かんけど重っ。ここは関係ないか。動かんぞ。ちょっとも回らんぞ。爪楊枝が折れそう。下は回るね。上は？下はすんなり回ってる。あ、上も回りだした。なじませなじませ。いいね、スムーズに回り出しました。おお、いい感じ。なじみましたね。 OK。 よし、そしたら次にこれ中型ギアをここにつけます。じゃあこれもしっかり塗って、そしたらこの中型ギアをここです。あれ？硬い？ん？めっちゃ硬い。滑り込ませるって書いてあるけど、滑り込ませれない。わ、服についた。合ってるよね。合ってるし。おお、またついた。いけました。これで噛み合うようにする。隣と噛み合ってないな。小さい、こっちの小さい歯車と噛み合うように。お、いいかも。一番大きいギアをここに取り付けます。
そういう感じか。おっとっと。ということは、この大きいとこにはグリス塗らなくていいんかな。ここだけ塗ってみますね。どっち向き回るんだろう。壊れそう。大丈夫かなこれで。回した方がいい？一応回っ、あ、回ってる。あ、怖い。折れたりしない？ちょっと手袋して。おお、いいじゃんいいじゃん。ちょっとゆっくりね。こんなに早く回すもんじゃないかもしれんね。あ、たまに重い。たまに引っかかる。おお、馴染んできた。馴染んできたか、回し方が上手くなってきたか。あー、ちょっと引っかかる。たまに引っかかる。休憩するといける。いいんじゃない。あ、まっすぐにするとか。どっかがカチッて言ってるね。この辺でカチッて音がしてる。良さそう。はすごく。よし。OK。あ、手が疲れた。よし。そしたら、ギアボックスカバーとネジを用意して、蓋します。手がネバネバ。ここが大きいやつかな。こうかな。こうで穴を刺しつつ出ました。お、いいね。そしたら、1,2,3,4 箇所ネジ止めします。
よし、できた。ドグリスついてる。わ、手についちゃうけん、なんか指紋だらけになっちゃった。よし、これでギアボックスの組み立てが完了しました。で、ここに見えてる歯車が非常に低速で回転して翼を作動させる。これが非常に低速で回転するんだね。よかった。ここにもグリス塗るんかと思った。これで合ってね、合ってたね。オッケー。よし。じゃあ次、モーターやります。モーターの取り付け。はい。じゃあ手洗って。これもちょっといっぱいグリスがついてたので拭きました。じゃあモーターやります。モーターはここ引っ張ったらいけんよね。お、わあ、上等なモーターです。これにこのドライビングピニオンを刺すんだけど、前後ろはないかな。ここに刺します。お、硬い。ん、手袋の出番か。ん、触っちゃいけないとこあるかな。あ、入った。で、ここがしっかりとシャフトに押し込む。いやー、入らん。体重かける。全然入らん。どう？あと1ミリぐらい入ってない。あ、難しい。あ！入った。入りました。 OK だね。よし、そしたらこれグリス塗った方がいい、良さそう。どうかな。そしたらここに入れて、こっちか、こっち向きで入れて、モーターをギアボックスに押し込んで完全に挿入する。噛み合うよ。これ、ここにギアが見えてるんだけど、このギアとこれが噛み合う。じゃあグリス塗っちゃおうか。手洗ったのにちょっと汚れないようにして、はい、塗りました。で、こっち向きで入れる。入ったかどうかどうやって分かるんだろう。歯を正しい位置に移動する必要がある場合は、矢印の、あ、これか。これを回して移動する。でもこれが入ったか入ってないかわからんよね。
もうちょっと入りそうだね。でもギアが邪魔してたら、無理やりやったら壊れそうだけど。あ、こんなもんか。どうやって確かめるんだろうこれ。しかもこれ動、これを動かしてって言ってるけど、これビクともしない。やばい。これさ、これしまうのちょっと待ってさ。あ、逆だ。これまだ取り付けずに、やった方がいいんじゃない？噛み合ったかどうか見える気がするんだけど、見えないかな。バカ。あ、ダメか。待って、やばい。ぐちゃぐちゃだ。そもそもこれ入ってないし、これも入ってない。あ、入った。これで入ってます。で、これが動く。どうなんだろうか。これ動かなくて正解かな。ほんで、このモーター、この一番下のモーターから出てるのが多分この一番ちっちゃいやつなんだけど、この一番ちっちゃいやつとあの一番下のギアが噛み合っちゃう。この見た感じ噛み合っちゃうけん、なんか良さそう。で、この位置も OK っぽいわ。いいね。よし。じゃあそれを確かめたところでもう一回閉じよう。失礼しました。よし。じゃあ安心して閉じたいと思います。まあ順番的にはこれ取り付けんとモーター取り付けれなさそうだね、今の感じだと。このボックスのカバーポロポロ、位置が間違ね、位置がぐちゃぐちゃになっちゃう。よし。そしたらちょっと重たくなった。これにこうでしょ。で、ここ通して、こうか。あ、ここが噛み合って、ほんでここネジ止め、します。
よし、これで OK かな。はい、これでモーターとギアボックスの組み立てが完成しました。おー、めっちゃ頑張ったぞ。これってどうなんだろうね、今ここの状態でこのギア全然曲がらないんだけど、曲がらないというか回らないんだけど、それで正解かな。なんか回っても良さそうだけど回っちゃダメな気もする。だってさっきさ、これに取り付けたやつ全然回る気配なかったけん、これが回るのはどうなんだろう。誰か分かる方いたら教えてください。なんかさっきはここをちょっと、これがもし入らないんだったらこれをちょっと回してずらしましょうみたいなんだったんだけど、なんか一歩も動かない、このギアが一歩も動かないのは合ってるかどうかちょっと不安ですが、またまあここ開けたら直せそうなのでこれで完成にします。イエイ、できた。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。X-Wingの組み立て動画は再生リストがありますので、他の動画もぜひ見てください。そして3作では週に2回模型作りの生配信をしています。視聴者さんを3作団と呼んでいます。3作団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして3作団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。部品がいっぱいバラバラ。次にはこういろいろ組めるといいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またねー。ということで今回はスターウォーズ X-Wing の組み立てをご紹介しました。よかったら励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。